ということで、ハビネスサークのハビネスです。今回もソロスーティー攻略実況プレイしっかりとやっていきたいと思います。はい、またね、配信された直後にやるということで。今やグリニアだ。もういいね、これもうだいぶ読んでるからね。今日はお休みしましょう。まあでもサーガスラック実況っていうのを今度やろうかなと思ってます。ずっとこいつみたいに、今回はソロソーティー攻略実況プレイってもう喋ってるだけで長えなっていう実況動画を今度やってみようかなって思ってます。はい、今回テーマがあります。ちょっと以前にですね、もう違うもっと前だな、5ヶ月とか4ヶ月ぐらい前に、見た目は初期フレーム、中身は強モッド、その名はエクスカリバーみたいなのやったんですけど、今回はマグのパターンが来ました。見た目は初期フレーム、中身は強モッド。で、もう初期武器、マーク1プロとマーク1ボートね、その辺を持っていきたいと思います。マーク1シリーズ勢揃いです。マーク1クナイ。久々に俺を使うかいって言ってくれてるんでね、作ってく作ってくって感じですね。はい、とりあえずサーガスラック潜入火炎で消滅エクシマス要塞救出敵山増強ということでね、連日救出毎日来てますね、何人捕まってんだよって突っ込んでたらね、最終的に救出ルアーがねレベル100で来るっていう、これマグで大丈夫なんかっていう疑問はすごいあるんですけど、大丈夫でしょうわかんないけど、死んだらごめんって言えばいいと思います。とりあえず行きましょう。最初、潜入火炎です。桃の形を知ってますね、あなたのお家は。 OK、 行きましょう。はーい、マーク1ボー、超久々です。この辺りのマーク1ボーとかマーク1区内よね、このなんだっけ、ソーティーミッションに持ってくるっていうのはもう全然聞かない素晴らしいですね。おい、ただね、マグにはこの2番があるので、マグネテイズがあるんでね、これを駆使して戦っていくっていうのが一番正しいやり方かなと思います。やばいやばいやばい、ふっ、エネルギーくれ、じゃない、シールドくれ、ありがとう。よし、危ない、シールドさえ確保できていれば俺はまだ戦える、戦える、ほらまだやれる。よし、いいぞ、お疲れだぞみんな。よしよし、どんどん行きましょう。してやられる前にサクサク行きましょう。いいですね、この見た目初期化の。ただオペレーターもね、じゃんじゃん使っていくんでね、エネルギー供給は問題ないって感じですね。あとはもうやばい敵を探してどんどん攻撃していくだけ。効率をそんなに上げてないんでね、アビリティ回復、エネルギー回復をしてしっかりと適切なところでエネルギーを放っていくってことが一番大事かな。いやしいぞこれね、ちょっとね、オペレーターの、危ねえ、こっち向きやがった。オペレーターのね、ボイドモードの範囲が広がっちゃったのでね、あんまり必要以上にやると見つかってしまいます。あのカメラにね、攻撃した判定になって、だからその点は気をつけていかないとマグびっくりってことになります。これ大丈夫だよね、今ちょっと怪しかったわ。ふっ、くらっときな、くない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 、コマンダー余裕でございます、素晴らしい。いいですね、やっぱマグネティーズから入る武装攻撃っていうのはもう何にも変えられない。あ、やばい、アップね、破壊力がありますね。危ない危ない、スライディングになった、これ大丈夫見た今の、クナイクソ武器じゃないですか、潜入ミッションに持ってくるにあたって。超音武器である以前にお前姿勢みたいな、雑魚高いかってなってましたね。びっくりびっくり、焦ったわ、もう焦らせないで。え、今の本当、今の本当にこれしゃがんでるよね、この状態で。この人お姉さん頭バーンぶつかってたけど大丈夫か、初めてだよ俺。いや、区内をそもそもそんなに持ってくることがないから知らなかったわ、あんなことになるって。事故ですね完全に。いや、なんとなく、いやでもほら、たまにあるじゃないですか、その判定的には、判定としてはそんなにこう貫通してくれるみたいな、例えばシャンダナとか貫通してくれたりしますよね、大きいの当たっても。それ起こるかなって思ったんですけど、さすがにフレームの顔面はダメでしたね。なんかすごいがっつり、え、もう完全に当たってますけどお姉さんみたいなそういう感じでしたね。オッケーオッケー、どんどん行くよ、どんどん行くよ、どんどん行くよ。あ、潜入ミッション50レベルは簡単ね。あ、アークトラップね、ここにもあると思ったけど、っていうか遠いね、 B も C も。なるほど、まあ後半になればなるほど。ああ、ガレオン戦は大丈夫かな、行くよ。はいはいはい、あ、もうここは成功したも同然なんで、成功しないわけがないんでね、ここは成功は約束されています。
なるほど。ならば私は意気揚々と生きるわ。よし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 。はい、ここでボイドモード話すと最近見つかっちゃうんでね、ボイドモードの攻撃で。カメラが、痛い痛い痛いってなるんで。よし、いいぞ、いい感じだぞ。これなんか爆発してるな。俺、あれ、そんなんついてたっけ、フルミネーションみたいな。なんか爆発するやつついてたっけ、フルミネーションではないけど。ふっ、赤ん坊。あ、見つかった。やばい。オッケー。あばよ。さあ、ラバだな。倒せる敵だけ倒す。それが私の戦い方の流儀。暗い。クソボールに当たったの。え、また警報鳴らしたん。ちょっと頻度でか、多くないですか、警報の頻度。おい。マーコンボ、マーコンボ、マーコンボ。当たんなかった。オッケーオッケーオッケー。溝に入って回避しやがった、俺の攻撃を。よし、最後のポイント来ました。これ、ドアがでかいところだね、これね。多分。俺なんかそんな予感がする。あのドアがでかくて、見つかるとリンクスと戦わなきゃいけないところではないな。なるほど、これか。これだー、この間出会い頭にドア開けた瞬間にカメラに見られて大変なことになったからな。あれ焦ったんだよね。ドア開けた瞬間にカメラがこっち見て、え？みたいな。え？気がつかなかったでしょう。よし、オッケー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 。十分です。気合い十分。あ、オペレーター見つかりました、これ。しかも、ボイドモードでダメだ。もうこれ、ボイドモードやると見つかってしまう。相当範囲が広い。うわー、習わしぎ。やめればよかった。育てなきゃよかった。よかったよ、ソーティミッション。一回でも警報鳴らされちゃダメスタイルで、じゃなくてよかったわ。なんとかクリアしました。ただ、ちょっともう潜入のには、習わしを変えないといけないですね、これ。まあちょうどいいかもしれない。他の習わし全然使ったことがないんで、ソーティーを通して初見をやってしまうっていうのもありかもしれないね。とりあえず、まあ順調かつ大胆でしたね。あの問題もなく、何の問題もなくクリアしました。まあ基本的にここは戦うミッションではないので、次からが大事。てか次だね。次がこの初期フレーム、見た目は初期フレーム、中身は強モッドのポテンシャルが試される。続いて、消滅、行きます、要塞。とりあえずここはノックスとかヘビガンナーとかヘリオンとかね、頻繁に出てくるステージだと俺は思っているので気をつけましょう。マグ、あ、やっべ、キューティースタイルに変えてくるの忘れた。わざわざ構築したのに。死なねえように、エクシマス要塞のために消滅専用にビルドくれーってやったのに。あー、まあいっか、大丈夫大丈夫、もうここまでになれば大丈夫だ。あ、きっと勝てるでしょう。じゃあヤバそうだったら帰ろう。うん、昨日みたいにね。うん、はいはいはい、ああ効かない、エクシマス硬い硬い。あれ、あいつら硬くね。よし、やっぱ威力重視にしてくるべきだったかな。よし、オッケー。まあとりあえず直接攻撃していけば大丈夫。マークワン棒を舐めるなよ。おいおい、硬いね。スラムアタックでいきましょう。よりによってエクシマス要塞っていうのが厳しいな。オッケー、よし。2番の爆発ダメージが非常に強いのでね、最後の最後に爆発するやつ、あれのおかげでだいぶいい火力が出てますね。なんだあいつ、何しゃがんでんだあいつ、あいつ何者だ。え、でででででで、ちょ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 、おい、シールドくれ。よし、どん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 マグネテイズの数を増やしていこう。まあ装甲さえなければね、こっちのもんですよ。ただキューティーついてないからな、あれが怖いんだ、あのグレネードが。オッケーオッケーオッケー。やばいやばいやばい。中で敵を倒せれば、あの爆発してね、敵に大ダメージ与えてくれるので、その点戦いやすくなりますね、非常に。あ、効果時間が切れた時が勝負みたいな感じ。見てこの戦いにくさ、やばくない。あ、いててててて、てあー、くそ、いてー、なんてこったい。あぶねあぶね、急に厳しいな。エキシマスしかいないっていうのが厳しいね。オッケー、ただね、走行減衰もあるんで、3番でエネルギーさえあればこっちは勝てる。そう、こういう縛りプレイがね、最近は楽しくてね、仕方がないですね。ラグドルかしちゃえよ。オッケー。うわ、39とかしか効いてない。さすがのマークワンブラトンですね。マークワンブラトン、マークワンボー。よし、走行下げましょう。エクシマスも敵山増強並みに硬いな、そう考えると。オッケー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 。まあ確実に走行減衰はされているんでね、これどっかで死にそうだな俺。オッケーオッケーオッケー。よし、暗い暗い暗い、これでも食らえ。うわー、突っ込んでもいいな、これは。
あー、いてててててて、よし、いいよ、よし、走行なくなっていけ。お前らの走行減衰を俺は楽しみにしているよ。こうやってね、あの敵をまとめることができれば容易に敵を潰せますね。いかにこう初期武器だとしても、これがマグの強いところね。これがいいところ。よし、オッケー、ふう、いいよ、自滅もしてくれるしね。いてててててて、あとはこのノックダウンに気をつけよう、マジで。あれ、敵いるよね、なんか判定的に。あ、上か。おい、何高みの見物してんだお前ら、こっち来い。何、どこまで飛んでんだあいつ。どこまで行ったんだよ。いや、さすがに死ぬよね、それは。死んだ判定になってもらわなきゃ困るわ、俺行けないとこだし。よしよしよし、ほっ、危ない危ない、またまたそういう系ファイヤーエクシマス多いな、もう全く。よし、オッケー、あーやばい、2番放て、殴られなきゃ大丈夫だ。走行も確実に下がっている、ほらすげえ余裕。走行減衰させるとだいぶ戦いやすくなりますね。シールドも回復するしね、まあ、できれば4番放したいところなんですけど、あー、エネルギー吸い取り野郎がいたら困るな。オッケー、あ、もう走行減衰ですね、しっかりと。もうこの瞬間ガスガスと減らしていけるんでね、その点非常に戦いやすくなります。ほら、これやばい、3番の力がやばい。結構ね、あのマグのアビリティって消滅系フレームなんですよね。てかノックスが出て、ノックスエクシマスとかね、リーチエクシマスが出てきたらちょっとどうなるか分かんない、うん、めんどくさいことになると思う。まあその場合はね、ストレスないようにパッドとかつなげながらやっていくと思います。 OKOKOK、 とりあえずこのスタイルでクリアしたい願望が今日俺にはある。いや、いいですね、中に入ってきてくれると非常に戦いやすくなるな。よし、いいよ、さよならグリニア。オッケー、着実に進んでおります。結構3番も効果時間伸ばしてるから範囲があるな。バンバン使っていきましょう。3番メインでもいいかな、3番2番メインでいこうかな。エネルギーを、あ、じゃない、シールドを回復したい時だけ4番放つようにして、基本的には自分の身を守る時は2番使って、攻めるときは3番って感じかな、やっぱり。うん、マグの基本的な使い方でもありますけど、こんな感じで。あー、危ない危ない危ない。そう、正面立った瞬間ね、どうしても敵からダメージを受けるのを否めないので、ただいつもみたいにね、バカな数ではないので、200体とかね、ルアの鬼畜な数みたいな感じではないので、その分100体であるのはありがたいかな。もうなんだかんだ言って4分の1ぐらいはそろそろ終わるしね。よし、いいよ。まあエネルギーありきだな、エネルギーサイフォンにすればよかったな。ヘビーカリバーつけちゃったんですよね、曲線無視してエネルギーサイフォンとかでもよかったかもしれない。あー怖い、あ、やばい、バリスタはやばいんだ、先潰さないと。よし、オッケー、防御力ないくせに火力がめちゃくちゃやばいんでね、あいつ。ちょっとお前それショットガンだわ、ソベック持ってた、危ねえ。本当にね、ウォーフレームは敵の武装を見ながら戦うのが一番大事ですね。本当に敵が何持ってるかによってその距離感が変わってくるので、戦闘面でね、それに対して、まあ、ショットガンに対して突っ込んでいくとさすがに危ねえ、危なかった。今バリスタに狙われたらまずいっすね。あー、ヘリオンはまずい、ヘリオンの攻撃はまずいんです。よし、オッケー、結構こいつもね飛んでくるんで厄介ですね。ちょっと待って、バリスタが怖いな。うっ、よし、あー、でもこの矢面に立つとまずいやつだな。あー、危ねえ。ヘリオンの野郎、この野郎やられてか、こら。よし、さすがのマークワンプラトンでも走行さえなければ余裕ですね。危ねえ、ちょっとあいついいとこに嫌がんな。よし、オッケー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 、懐には入り込んだね。あ、いいね、みんなみんな走行が減衰してる、ここは結構戦いやすいかもしれない。とりあえずバリスタに2番を放ちましょう。いで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 、危ねえ、当たったかと思った今。まあ中にいればね問題はないので、あとは近接武器で沈めていくのみ。よし、バリスタはソーティーミッションになると相当な火力になっているので、その点はマジで気をつけなきゃいけない。マグがマジで気をつけなきゃいけない。似てる、ああ、ちょっとエビスレーターやばい。よし、オッケー、ああ、まあこの中ではリンボ、回収前のリンボみたいに俺が射撃武器使えないけど、使ったところでみたいな。よし、シールドくれー。あれ、なんかあんま入ってないな。あ、そうか、あいつら走行がなかったのか、入った、はいはい、いや余裕余裕、バカスカ倒せるわ、いいね、いいね。
こんなにいいことあっていいのかしら。やばいやばい、おい、また警報鳴った。あれだね、警報が鳴ったというよりは、あ、やべ、2番が消えてた。ドア閉められたのか。なるほど、ようやくですね、閉められたのは。ちょっと遅いぐらいですね。ありがてありがて。よし、まあ開けちゃっていいよね。なだれ込んでくるかもしんないけど、問題ない問題ない。今のマグ強いから、とても初期装備だとは思えないぐらいの強さを誇ってくれてるから、そろそろ折り返し。まあ気持ち長いけどね、この武装にしては早い方だと思います。よし、オッケー。あー、やべえ、殴られた。ふざけんなよ。まあ回復もね、メイガ3ペア入ってくれてるんで余裕ですね。下か、あいつ単体かな。誰がいるかによるんだよな。あー、やべえやつだと思って思わず強力な攻撃をやってしまった。一撃でしたね。そろそろヘビーガンナーとかノックスが出てきてもいい頃合いだと思うんだけどな。危ない危ない。おっ、入ってる。あー、みんな入ってたね。オッケー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 。ラグドルか。よし、お前とのデートはやめられない。うっうっうっ、何食い込んでんだって。やめ、どこ行ってんだ。3番試させて。はいはい、マーク・アンブロトン、マーク・アンブロトン。効かねえ効かねえけど、お前だけは絶対倒す。よし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 、エネルギー枯渇やばい。あー、やばい。そう、ハンターアドレナリンとかね、もう一個のビルドの方では作ってつけていたので、まあエネルギー枯渇になることもなかったんだよなーっていう淡いね、ちょっと期待があったんですけど、まあそれはね、もう間違えてしまった以上はしょうがない。ちょっとね、ランパートが怖いなー。あー、やばいやばい。あー、落ちちゃった。マジか。まあいっか、少しエネルギーを吸い取れただけでもよしとしましょう。あー、やばいやばいやばい、ランパート止めないとまずい。オッケー、それは使わせませんよ絶対に。上がってくる上がってくる敵は。ランパート破壊できないからここ張りましょう。よし、あとは上から狙撃するだけかな。どこだ、下か。行きましょう。上敵いなかったしね。あれ、こいつ生きてんの、どういうこと。よし、たまにいるよね、溝にはまっちゃうやつ。まあこの辺の敵もね、みんな装甲が死んでいるはずなので大丈夫ですね。おーい、ででででで、オッケー。危なかった。あとはグレネードとかに気をつけられればね、問題はないので。よし、いいぞ。オッケーオッケー、あと少し。あ、待って、後ろにいた。あれは空中に浮かんでるわけではない。よし、ヘリオンでないことが分かっただけでも十分。ナイスだナイスだ、キャリア、いくぞ。よし、レベル70代の防御力とは思えないぐらいの雑魚さ。いいですねいいですね。危ねえ、一回ノックダウン狙おう。やばいやばい、こういう中に入っちゃうのはまずい。矢面に立つのもまずいけど、ああいうところに突っ込んでいくのもすごい火力しているからまずい。よし、いいよ、追撃ダメージ出ております。あー、マグやばい、マグ気持ち危ねえ。バリスタいた。よし、いいぞ、早かまさか。これはまずい、これは気をつけよう、速攻で潰そう。よかった、走行減衰してくれて。よし、オッケー。そうか、もうそろそろそういう連中が出てくるタイミングか。バリスタは死んだかな。これバリスタめちゃくちゃ警戒してんだけど今。オッケー、バリスタ、あ、でももうゴール地点も近いか。そしたらもう地形もたかが知れてるから、そんなに慌てることなくきちんとね、地形さえ網羅できていれば大丈夫かな。あ、結構早いな、やっぱ撃破対数が少ない分戦いやすいな。結構いるなそこ。あー、でも突っ込んでいきたくはないな。あれ、ヘビガンナーとかいるよね多分向こう側に。あー、警報鳴った。今さらそういうとこ行くな、向こうから狙撃されんだろってめ。よし、3番放とう。よし、オッケーオッケー。いえいえいえ、殴んな殴んな。わー、危ねえ、死ぬとこだった。バカか、どっから狙ったんだお前。バグのケツを狙うとは。おい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 、そんなやつには、そんなやつにはお返し、マークワンプラットン。オッケー、やめて。あ、バリスタいるじゃん、まだ。ちょっと待って。おい、お前だ、お前、お前。お前みたいなやつが嫌いだ。うわー、死ぬ。危ねえ。
あんな至近距離でよく当てられるの、あのスナイパーライフルだぞ、あれジャンル。何考えてんだバリスさんやろ。いや本当ね、あの表には出れないですが、随時確保撃破みたいな、そんな感じになってますね、スタイルが。あーなんか横にいる、エビガンナーじゃん。あぶねえ、一旦引こう、一旦引いた方がいい、これは。よし、あーなんでろ、あ6体増えてんだ、ふざけんなよ。こっちかこっちかこっちか、そう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 、いいよいいよ。さあこいつも走行減衰食らってるんで余裕ですね。あぶねえ、反撃か、思った、危ない。よし、いいぞ、ちょお前に、オッケー、 for you、 お前にネクスト for you。 あぶねえ、死ぬ死ぬ、あ終わった、あれノックスが出てこなかったな。ヘリオンとかヘビーガンナーがやばいだけでしたね。じゃあ帰りましょう。すごいね、陣地を、陣地から出ずにバリアータイムみたいなね、あの例の懐かしいあれをしながら戦ったって感じでしたね。すごくね、マグやばくないこれマグのポテンシャルすげえっていう動画になるんじゃないかなっていう淡い期待があるな俺いや初期段階でマグを選んだ人は結構え、マジマグ選んじゃったのって言われたりするけど、俺結構これいろんなところで言ってるけど、あのマグ後半になればめちゃくちゃ強いフレームなんでね。いやこれまだ初期武器にいろいろ武装積んでますけど、ビルド完成してないからほとんどが、それでも通用できるっていうのはね、やっぱマグのこのアビリティの強さがかなり原因ですね。原因っていうか、なんて言うんだろう、そういうの一番強いからライスみたいな語彙力なさすぎんな俺とりあえず救出行きましょう。敵浜増強です。ちょっとねビルの QT 仕様のマグに変えました。ワーデンに狙撃されたら多分一撃なので、エネルギーは確保していきたい。行くわよルア救出。ちょっと前はねリスナーのコメントももらってた時はルア救出ばっかでうんざりですみたいなのあったけど、今ねしばらく来なくなって、また今回はレベル100で来ちゃいましたよ。ああ待って待って待って、エネルギーはしっかり、フローが入っているので、プライムドフローが入っているので、だいぶエネルギー容量は確保できると思います。俺自身もちょっとシールド容量を増やして、あこれスピードドリフトルームじゃん、めっちゃ久々ねこれ。へえいいね、これレアなんだよね何気に、この部屋まあやんないけど時間かかるから。よしよしよし、とりあえず、足が速い分、あ何パワードリフトルームもあんの、マジか、レベル100はまた違いますねやっぱり。いいですね、いい味出してる。オッケー、ルビドくれ、できればフェライトが欲しいな。フェライトなかったっけルアは、そっかそっか、あるかな、まああってもなくても別にいいや、今いらねえ。どんどん行きましょう、あと 200m 先。んー、もう少しエネルギーが溜まってくれてないと心もとなかったんですが、ついちゃいました、ついちゃったんで大丈夫。うん、ワーデンに狙撃されたらごめーんっつって、逃げるときに4番1回放つぐらいが欲しかったんですよ、敵の動き止められるんでね。止めるっていうか一時的なもんですけどね。あー待って、危ねえな、バカ野郎、お前バカだバカだバカでしょ、ごめんごめんごめん、語彙力なさすぎるから今日の実況では、あいててててて今日は語彙力のない実況がお疲れ様ですって感じです俺は。いやー待って、よしよしよし、まずこれ端からやっていきましょう。怖い怖い、めっちゃ撃たれてる、うちのマグが。よし、オッケー、これ大丈夫かな、間に合うかな。天のスコーム、なんて敵の声がすんの、怖い怖い、ドアの向こうにいるのかな。よし、これ間に合わないんじゃない。あー敵来てるし、やばい、これは順調かつ大胆に来てしまった。こんなとこに敵が入ってくるの珍しいな、しかもいないんだけど。でもこれ最後の1個だ、これが正解のはず。やばーい、めっちゃ慌てる、全然いない、今行くよー、2秒だった残り、あぶねー、マジ鬼畜だったわー、あー焦った何気に全部のコンソールいじってたよね、あぶねー、あぶねー、これ外出たら敵いるんですけど、すぐオペレーターになろう、やばい、おー、あぶねー、よし、いいよ、ほっ、あーオペレーター頼む、オッケー、いいぞ、さあ逃げろ、あぶねー、センティエントがいない、なんかセンティエントがいる、いてててててて、さっさと逃げよう、よし、オッケー、これを放てれば問題ない、あとはワーデンに気をつけよう、ふう怖い怖い、一気に行くよ、
ワーデンに狙われたら一気に逃げる。救済所、あとは自力で頑張って。あっぶねー。あ、道ちげえじゃん。うぅ、このレーダーのコンソールマジルアのところは大嫌いだ。オッケー。いやー、もう自分を信じよう。よいしょ、ありましたー。早くしろ救済所。何やってんだ、道を間違えてる俺についてくるんじゃねえ。おめえが先導しろ。ごめんよ。うん、慌てて君をに当たったよ。よし、どんどん行こう、どんどん行こう。オッケー、危なかった。よく抜け出せたな、今のグダグダ感で。あ、フェライトくれー、ありがとう。よかったー。もうコンソールも全部いじることになってたし、意外に4番でね、範囲殲滅というか範囲攻撃して敵を一旦一時的にねノックダウンさせられたのは良かったですね。まああんまりにもひどかったら1番連打していこうかなって思ってましたね、ラグドール化して。あ、すげえ、初めてだねこれ。キットガンリベンだって。わお、あざーす、やったね。はい、ということでキットガンリベン、手に入れました。ホブブレッドドラゴンキーを装備して トラップやアビリティを使わずにシマリスターゲットを新設置する。あー、まあ場合によっちゃって感じですね。追っかけてひたすらシーンっつってね、もうスキャンすれば OK みたいな感じはありますね。はい、ということで今回ね、見た目は本当に初期フレームで、で初期武器がほとんどだったんですけど、ビルド紹介の方ね、一応ちょっとビルド完成してなくて恥ずかしい面もあるんですけど、ちょっと一応ね含んでいきたいと思います。マグに関しては2種類のモッド構成を使いました。まず最初、消滅戦と潜入ミッションで使ったやつがこちらですね。はい、極性に、スティールチャージつけております。建設攻撃が上がりますね。まあ言ってマーク1棒だったんで、そんなにまあついててよかったっていう感じもあるのかな。でパワードリフト、インテンシティ、オーガーシークレッツをつけて威力を上げております。でプライムドフローでエネルギー容量を増やして、オーガーメッセージとプライムドコンティニティで効果時間を伸ばすという感じです。でストレッチとオーガーリーチがついているので、効果範囲が 175%、 バイタリティでヘルスが、525ですね。まあそれぞれ説明していくと、範囲が上がるとプルとかね、マグネテイツとか、ポロライツとかね、このクラッシュとかの範囲が基本的には上がってくれます。でさらに効果値観を上げると、このマグネテイツの効果値観も長くなるし、この3番のポラライズっていうやつは効果値観で範囲が伸びてくれるので、非常に効果時間が伸びてると、有効な場面展開がねできやすいです。うん、これ走行減衰させたり、2番もね基本的に走行減衰が入るので、まあ本当にね戦いやすくなりますね。敵、硬い敵も殲滅しやすくなる。今日吸湿戦的アーマー増強が来ちゃってたんですけど、まあ今回の武装だとちょっときついかもしれないけど、強力な武器持って敵アーマー増強に対してマグの2番とか放つと、それも簡単に敵倒せるようになるので、結構敵アーマー増強系の敵バフがかかっている状況に強いですね。であとは感染体じゃなければね、クラッシュとかやればコーパスとかグリニアからシールド吸い取って、で自分の身をね守る強化ができるので、まあ非常にいろいろとできるフレームですね。殲滅も防衛もどっちにもいけるという初期フレームらしい能力を持っているかなとハピネスは感じてますね。で最後の救出なんですけど、まあでも救出に対応したっていうよりは、どっちかっていうとアビリティを放つ場面があればよしで、さらにはね一撃で死なないようにっていうのを実装した形ですね。はい、クイックシンキングつけてエネルギーを消費してね、受けた大ダメージの 240% 分を無効化にしてくれる効果を持ってます。で一応ヘルスにダメージ受けたらエネルギーが回復するようにね、 QT 分を確保できるように、まあでもちょっとワーデンとかね、さっきから言ってましたけど、ワーデンの攻撃はデカすぎるんで、いくらエネルギーあっても死ぬんじゃねえかなというところも否めなかったんで、まあちょっと怖かったですね。あとはだいたいさっきのつけてたモッド構成と似通ってるというか、ほぼ一緒ですね。まあ曲線イクシラスはね、ちょっとまだ足りなかったというか、なんか埋めたいなって、4余って埋めたいなって思ったんで、カンニングドリフト、しょぼいカンニングドリフトをつけたっていう、それだけの感じですね。はい、で最後にマーク1ブラトンとかなんですが、これまだフォーマ育成中でね、リベンが入ってるのはいいんですけど、状態上確率とマルチショット、ちょっと値は低いですが、強めのが入っております。リベン自体はまあ極性というか、そんなに極性もね元から付与されている武器ではないので、育成も大変なんですが、うん、こいつ育成するぐらいだったら他の武器モコモコみたいな、そんな感じだよね。はい、一応ね基本的なモッドつけて、敵に対して有効な属性腐食ダメージをね、マリグナントフォースとハイボルテージでつけているという感じでございます。
で、クナイ、ちょっとあんま使わなかったんだけど、クナイね。あの、爆発ダメージ、あ、そうだ、これだ。なんか爆発確率がね、上がるやつ。これ外せばよかったね。ちょっと場面的に使いにくいなって思っちゃったんだけど、うん。まあ、これはね、これとして。まあ、一応爆発ダメージが向こうには、爆発範囲でダメージ入ったりはしてたので、まあ、悪くはなかったかなって思います。うん。あのポジティブに考えてね。で、リーサルトレント、バイレルディフュージョン、ボアついてますね。あの、貫通ダメージが強い武器なので、ボアつけてあげると591って、これ、結構強いです。うん、本当に。で、グリニアなんか貫通弱点なので、クナイ当ててもね、結構いいダメージ出てたかなと思います。あとはね、腐食ダメージ出してます。で、マーク1ボーなんですが、ちょっとね、まだ、ちょっとここ埋まってなかったりするんですが、コンディションオーバーロードつけてますね。属性が入ればその分プラス 60% のダメージが相手に入るという感じです。状態上確率が伸びやすいので、まあでもクリ率もそんなに、まあ、低いっちゃ低いですが、まあ倍率も上げればそれなりに使えるのかなって思う部分もあるので、どっちに伸ばしてもいいのかなと。まあ今回は属性系にがっつり振りましたけどね。はい、まあ微妙ですよねやっぱねフォーマ育成しないと普段使いはやっぱりこんだけコストのでかいものつけてればいけないのかなっていう感じがしなくはないんですが、まあこれでも無難に敵はマグのおかげで倒せたという感じです。はい、まあ今後こういうこともあると思うんでね、フォーマ育成するかしないかはちょっと相談しつつ、まあある意味ね、初期武器っていうことであればフォーマは指してないのが本来の形なのかなとも思う部分もあるので、まあこれはこれとしてありだったんではないかなと自分の中では解釈してますね。まあそんな感じかな。あとはゼネリクの習わしでエナジャイングダッシュ、エネルギーゾーン通ったらね、5エネルギーを秒回復してくれる能力があったんで、まあこれのおかげでマグは難なくソーティーミッションをクリアできたという感じですね。はい、ということで、まあ今回のソーティーもしっかりクリアということで、また、明日のソーティーミッションもクリアしていきたいと思います。お送りしたのはハビネスタグのハビネスでした。瞑想に入るわ。瞑想という名の、この後はすぐに動画編集に入るわよ。